チャンストーマス・レオシスコは、アメリカ合衆国カリフォルニア州コロナ出身の、プロ野球選手。右ト左打 MLB のニューヨーク・メッツ所属。2013年の MLB ドラフト2巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名されプロ入り。契約後、3カのルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・オリオールズで、プロデビュー。A-9 アバディーン・アイアン・バーツでもプレーし、 二球団合計で33試合に出場して打率、363、1本塁打、11打点、1盗塁を記録した。2014年は、A 級デルマーバ・ショアバーズでプレーし、113試合に出場して打率、345本塁打、63打点、1盗塁を記録した。2015年は、A 級フレデリック・キーズと AA 級、 ボーイベイソックスでプレーし、2球団合計で95試合に出場して打率。297、6本塁打、34打点、8盗塁を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2016年は、A 級ボーイとトリプル A 級のウォークタイズでプレーし、2球団合計で116試合に出場して打率。317、 6本類だ、51打点に投塁を記録した。この年は、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。2017年は、開幕からトリプル A 級ノーフォークでプレーし、97試合に出場して打率。267、7本打、四47打点に投塁を記録した。また、6月28日にオールスターフューチャーズゲームの、 アメリカ合衆国選抜に選出された。ロースター拡大後の9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌2日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。14日のニューヨークヤンキース戦ではメジャー発案だと初本塁打を放った。2018年はスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームで打率。419と好成績を残し、 開幕ロースターに残る、ケーレブ・ジョセフの控え保守として期待されていた。しかし47試合で打率、218、出塁率、340、超打率、329と結果を残せず、トリプル A 級ノーフォークに降格となった。結局シーズン打率は18、181で終えた。二千十九年は十九試合に出場して打率、二百十。 8本塁打、20打点を記録した。2020年は36試合に出場して打率。214、4本塁打、10打点を記録した。2021年6月18日にディエフェとなった。2021年6月26日にウェーバー工事を経てニューヨークメッツへ移籍した。9月28日にディエフェとなった。打撃はマイナー通算打率。 323、32出塁率、402を記録している。一方、守備は肩こそ弱くないものの、全体的に評価が低い。ありがとうございます。